ネガティブレベルとは、レベル0の下に存在する一連のレベルのことを指し、長時間徘徊することによって引き起こされた放浪者の心理的トラウマの副産物であると言われています。レベルマイナス0、アンテクスチャー。レベル0のコピーされたような構造を持っていて、色合いが違う視覚的、精神攻撃に襲われるサバイバル難易度クラスみてえの部屋。レベルマイナス1、グレースケールホール。両側に様々なネガティブレベルに誘導される木製のドアがある、コンクリートの壁と古いカーペットの床で作られた長いサバイバル難易度クラス2の廊下。レベルマイナス2、氾濫。2フィートの高さのあるアーモンドウォーターで浸水し、放棄されたサバイバル難易度クラス4の地下室。レベルマイナス3、反射。鏡とレベル全体に広がる柔らかい灰色のカーペット。鏡には生き物の姿が映らず、代わりに苦痛で嫌な記憶が映し出されるサバイバル難易度クラス4の無限の迷路。レベルマイナス4、カーボントンネル。内部は亀裂があり、非常に不安定なので、できるだけ早く脱出する必要がある炭素で作られたサバイバル難易度クラス 4E の無限トンネル。レベルマイナス5、有害な悪化。一定の雲に覆われていて、地形はフロントルームのようなもので、レベルの土壌層は土、丘が点在するいくつかの山で構成されているサバイバル難易度クラス変数の石化した森。レベルマイナス6、汚染された自然。緑のスモッグが至るところで見られ、木々は腐っているように見え、草はオレンジ色に変わり、ここの植物は枯れているように見える、サバイバル難易度クラス5位の部屋。レベルマイナス7、ディナーパーティー、いいえ、ジョニーのスペシャルディナーイベントです。非常に危険な、レベルのバックルームの暗闇の部屋で、明かりをつけると、遠敵、ジョニーのスペシャルディナーにされる、サバイバル難易度クラス5の部屋。レベルマイナス8、山脈。頻繁に地震が発生し、氷が割れたり、天候が変化したり、一つ以上の山が完全に崩壊したりする可能性がある、サバイバル難易度クラス2の山脈。レベルマイナス9、凍惑させるオーラ。アーモンドウォーターやモスゼリーなどの物資が不足しているサバイバル難易度クラス 1E の19世紀前半から20世紀半ばにかけての建築デザインの街。レベルマイナス10、王の要塞。穴に近づき、引っ張られるとバックルームではない異空間に飛ばされ、帰れなくなるサバイバル難易度クラス2の中世初期の城。レベルマイナス11、貯蔵された家。ある放浪者がレベル5と買い占めたアイテムは非常に壊れやすく、金属は腐食するサバイバル難易度クラス 1E の郊外の家。レベルマイナス12、ロイヤルガーデン。王室の庭園らしく、壮麗な景色と巨大な人間に危害を加える可能性のある毒性の植物の壁で構成されたサバイバル難易度クラス 1E の巨大な迷路。レベルマイナス13、終わりのない川。人の性格によって液体の性質がアーモンドウォーターにも溶岩にも変化する特殊な川が流れるサバイバル難易度クラス3の森。レベルマイナス14、ペトリッチャー。傾斜を転げ落ちるとバックルームの虚無空間ボイドに落とされるリスクのあるサバイバル難易度クラス居住可能の洞窟。レベルマイナス15、未確認の限界性。他のネガティブレベルと比較すると非常に小さく、違う場所に行っても同じ場所に戻るような錯覚性が特徴のサバイバル難易度クラス2のホテルの廊下。レベルマイナス16、クレイトロフォビア。最小限の照明と空気中に常に塵が存在し、このレベル内には自然光はなく、唯一の光は天井に吊り下げられた小さな電球だけのサバイバル難易度クラスプサイの繰り返される地下室。レベルマイナス17、セラー。飲むと必ず死亡する謎の液体が入った樽が貯蔵されたサバイバル難易度クラス3の地下迷路。レベルマイナス18、スイーツ。足を踏み入れた探索者に方向感覚を失わせるような体験をさせますが、バックルーム全体で最も清潔で快適なサバイバル難易度クラス1の100階建ての広大なホテル。レベルマイナス19、私が誰であっても。ランダムに配置された大理石の柱が全体に散らばっているサバイバル難易度クラスゼータの約78平方マイルの芝生エリア。
レベルマイナス20、デッドモール。1980年代のネオンモールを彷彿とさせるサバイバル難易度、クラス0の大規模なショッピングモール。レベルマイナス21、暗闇での待ち伏せ。闇の中に多くの縁起手が潜み、壁抜け、バグができないサバイバル難易度、クラス5のコンクリートの壁。レベルマイナス22、認知されていない景色。虹の色に匹敵する、きらめくコンクリートで作られた、複数の部屋と廊下で構成される神秘的だが、部屋の色が、認知、視覚障害を与える、サバイバル難易度クラスプサイの部屋。レベルマイナス25、ピアノルーム。外は誰もいない街。中央に大きな白いピアノがある、サバイバル難易度クラス0のアパート。レベルマイナス27、モーニングビュー。レベルマイナス17、に似ており、下に川が流れる終わりのない橋で、ひどく損傷したセクションがあるため、注意が必要なサバイバル難易度、クラスプサイの部屋。レベルマイナス30、アーティストレベル。48,280.3 メートル ×11.3 メートルの異常な面積のサバイバル難易度クラス0の芸術的な工芸品展。レベルマイナス31、壊れた街並み。有毒な粒子が含まれた霧と核汚染された大気が広がるサバイバル難易度クラスデッドゾーンの工業とした禁断の領域。レベルマイナス32、エンターテインメントランド。物理法則に反するような奇妙な出来事が起きるサバイバル難易度クラス2のレトロな1920年代スタイルの遊園地。レベルマイナス33、生ぬるいホテル。内部に複数の部屋がある大きなホテルで、すべてのプールにぬるま湯が入っていて、部屋には香水の匂い、かすかに音楽が流れてくる良い雰囲気が特徴のサバイバル難易度クラス0の部屋。レベルマイナス37、コールドライトシー。どこのレベルから来たかに応じて、そこの深さも比例して変動するサバイバル難易度クラス2の大きなホテルのプール。レベルマイナス40、進行の飛躍。白いボイドにつながるドアが一つあるだけのサバイバル難易度クラス変数の謎空間。レベルマイナス41、エネティア。エネティアから多大な建築的インスピレーションを受けているサバイバル難易度クラス2のイタリア文化建造物。レベルマイナス44、持続可能性。フロントルームで見られる植物に似ているような植物が生息するサバイバル難易度クラス3位の密林。レベルマイナス45、家庭の思い出。入ると脱出するまで孤独になる狭いホールと階段が無限に続くサバイバル難易度クラス未定の部屋。レベルマイナス50、50号線に行くため南へ向かう。週間高速道路50号線にあるガソリンスタンドとコンビニエンスストアが一緒になったサバイバル難易度クラス1のショップ。レベルマイナス51、蓄え。埃、灰、瓦礫の破片が宙を舞い、マスクを着用することを強くお勧めされるサバイバル難易度クラス4の老朽化したガレージ。レベルマイナス59、椅子。青いプラスチック製の椅子が散らばり、物資はないため、物資を自ら持っていく必要があるサバイバル難易度クラス0の部屋。レベル、マイナス60、無限の寝室探検。レンガの壁、滑らかなカーペット式の床、錆びた金属屋根で構成されたサバイバル難易度クラス未定の1970年代のオフィスビル。レベルマイナス61、時計学と空間。放浪者、グループに対しても異なる影響を及ぼす時計が至るところにあるサバイバル難易度クラス1の部屋。レベルマイナス62、3つの設定。建物の外には凍った油で作られた人間の彫像があるサバイバル難易度クラス変数の黄色の建物。レベルマイナス66、フロントルーム。反転しました。溺れるとフェイスリングに変わってしまうか。レベル66に送り込まれ、深い海を持つサバイバル難易度クラス3の巨大な洞窟。レベルマイナス67、スノースロープイン。フロントルームと同様に多様な地形を持つサバイバル難易度クラス1位の無限の雪の土地。レベルマイナス69、深淵への道。上空から定期的にアーモンドウォーターの雫が落ちてくるサバイバル難易度クラス1位の無限道路。レベル、マイナス70、汚れたトピアリー。
奥へ進んでいくと背筋が寒くなり、進みすぎると逃避するサバイバル難易度クラス未定の巨大な迷路。レベル、マイナス72、ロスト。日中はまるで夢の中にいるような気分になり、夜は平和な気持ちになるサバイバル難易度クラス未定の森。レベルマイナス80、モノトーンマッドネス。単調な閉所恐怖症のホールがどこまでも曲がりくねったサバイバル難易度クラス3の無限の迷路。レベルマイナス83、マンデラリアリティオーバーレイ。空の風景を特徴とする時間的、空間的、および認識的に異常なサバイバル難易度クラス変数の部屋。レベルマイナス92、ハイウェイ催眠術。同じ景色が永遠に続くサバイバル難易度クラス変数の高速道路。レベルマイナス97、凍傷。平均気温はマイナス15度未満であるため、厚手の服装を着なければ探索困難なサバイバル難易度クラス1位の部屋。レベルマイナス100、可視光線を吸収するダークスポットが現れるサバイバル難易度クラス1の1950年代初頭のヨーロッパの郊外の小さな村。レベルマイナス108、キャンディーエスケープ。フロントルームの熱帯雨林よりも高い木がたくさんある森で、様々な果物があるサバイバル難易度クラス居住可能の楽園。レベルマイナス110、上書き保存。放浪者がこのレベルに入るとランダムに放り出されるサバイバル難易度クラス変数の純粋なアーモンドウォーターの海。レベルマイナス111、暗闇の銃撃。いかなる光源でも照らすことができない暗闇で包まれたサバイバル難易度クラス4の屋内迷路。レベルマイナス115、アンガーマネジメント。ロビー、居住区域、カフェテリア、治療室などがある各部屋からランダムな鎮静効果を放つサバイバル難易度クラス未定の精神病院。レベルマイナス116、エレクトロダイナミクス。発電所、変圧器、送電線などの様々な電子機器が並ぶサバイバル難易度クラス3の温帯森林。レベルマイナス117、ブラッククリサンテマム。社会的孤立、心理的衰退、認知障害について精神的なサポートを受けれるように設計されているサバイバル難易度クラスプサイの部屋。レベルマイナス120、カミク。死を感じるようないくつかの湖、川、小川、池があるサバイバル難易度クラス5位の森。レベルマイナス132、水の階段。ペスト、水虫、大腸菌、ピロリ菌などが生息しているサバイバル難易度クラス5位の水中階段。レベルマイナス142、高間ヶ原。日本固有の様々な水生植物や魚が生息するサバイバル難易度クラス2の淡路島の天の浮橋に似た橋。レベルマイナス177、転換パレード。点滅するライトで誰でも床に倒れ、1時間近く足が激しく震え、人間が知覚できる周波数を超えて点滅するサバイバル難易度クラスデッドゾーンのホテル。レベルマイナス181、アグノストフォビア。バックルームの空間異常を短時間体験できるサバイバル難易度クラス変数の領域。レベルマイナス182、ミランダのベッドルーム。ドレッサー、2つのナイトスタンド、クローゼット、散らかっているベッドがある夕暮れ後のサバイバル難易度クラス未定の若い女の子の部屋。レベルマイナス188、凍えるような寒さの中のキャビン。家具、バスルーム、キッチンがあり、アーモンドウォーターや食べ物もあるエンティティによって管理されているサバイバル難易度クラス3のキャビン。レベルマイナス202、強情なエンティティのためのヒッチハイク。常に昼まで温度は高く、気候は日常と非日常的な天気があるため予測不能なサバイバル難易度クラス3の砂漠。レベルマイナス205、クリティカルエラー。上から下まで大きさが無限のように見え、壁に沿って配置されたドアのある廊下で構成されたサバイバル難易度クラスデッドゾーンの迷路。レベルマイナス206、輝く下水管。ユニークなネットワーク網のような配置のネオンで覆われた細菌がない綺麗な水が流れるサバイバル難易度クラス0の下水道。レベルマイナス212、ラベンダー畑の中で。
ラベンダーには血がついていたり、ヤマビコが聞こえたりする。サバイバル難易度、クラス3のラベンダー畑。レベルマイナス213、ラジオ局タワー。無制限の、Wi-Fi が流れ、意識を失い、神秘的な世界に連れて行かれてしまう可能性があるサバイバル難易度、クラス変数の鉄塔。レベルマイナス222、あなたは私を信じますか？多様なエンティティが生息し、非常に不安定な情報のないサバイバル難易度、クラス変数の謎の部屋。レベルマイナス229、よそ者として入り、友達として去る。ランダムに選ばれた人間が、ルールに従い、デスゲームをするサバイバル難易度、クラス4の車両。レベルマイナス250、鉄塔の周辺。切れた電線や炎敵、捕食性パイロン、によって放浪者が命を落とすサバイバル難易度、クラスデッドゾーンの鉄塔。レベルマイナス256、惑星の地図作成。縦面図のある大きな紙のようで、フロントルームの地図を元に球体にしたサバイバル難易度、クラス3位の大きな紙。レベルマイナス299、レンダリングされていない。奇妙かつ不可解で、テクスチャのないように見える、サバイバル難易度クラス変数の迷路。レベルマイナス300、リニア荒廃。空気は枯れており、乾いた霜が降りており、上空の大気中から疫病に似た症状が現れるサバイバル難易度クラスの平原。レベルマイナス319、肺から肺へ。カビが生えた地下室、屋根裏部屋などからなり、探索した放浪者で生還した人はいないというサバイバル難易度クラス5位の家。レベルマイナス333、終わりのない自動販売機。ソーダやスナックの自動販売機が各部屋と廊下に点在しているサバイバル難易度クラス1のオフィスビル。レベルマイナス344、荒廃した雪景色。食べ物や水はなく、雪に覆われたサバイバル難易度クラス5位の荒廃した都市。レベルマイナス358、時間の拡張。同じ時計、白い壁紙、いくつかの窓のある、未来または過去へ行くことができるサバイバル難易度、クラス変数の部屋。レベルマイナス376、終わりのないロードトリップ。すべての生命を朽ちさせる霧が出現するイベントパラダイスが起こるサバイバル難易度、クラス未定の無限の道。レベルマイナス382、見てるゴリア。入った放浪者が、ノスタルジックな気持ちや夢を見ているような感情になるサバイバル難易度クラス0の森林。レベルマイナス399、人類に施された最も残酷なトリック。探索していると最終的にボイドに飛ばされるフロントルームの悪の部分をコピーしたサバイバル難易度クラス未定の都市。レベルマイナス404、音楽が止まるとき。外の世界はなく、ルールに従わないと、この場所で死に至るサバイバル難易度、クラス5の家。レベルマイナス422、そして優しい雨が降る。不安、恐怖を引き起こす刺激物が含まれている長い霧がかかったサバイバル難易度、クラス5位の砂漠の高速道路。レベルマイナス439、シュレディンガーのクローゼット。暗闇とクローゼット以外には何もなく、クローゼットの中には、エンティテスマイラーが隠れれている、サバイバル難易度クラス未定の部屋。レベルマイナス499、アイデンティティの盗難。永久に春の状態で、頻繁に雨が降るサバイバル難易度クラス未定の部屋。レベルマイナス500、エルピス島。岩と石で構成されたビーチがある小島で、夕暮れ時より暗くなることがない岩と石で構成されたビーチがあるサバイバル難易度クラス2位の小島。レベルマイナス511、ダッシュルームゲームショー、私を忘れないでください。エンティテと放浪者の監修がいるサバイバルをテーマにしたサバイバル難易度クラス変数のエスケープルームゲームショー。レベルマイナス532、スマイルフォーミー。きらびやかなシャンデリアと金が散りばめられ、刺繍された家具や骨董品で構成されたエレガントなサバイバル難易度クラス未定のダイニングルームの部屋。レベルマイナス599、真の秩序。幻想的な木々や巨大な樹皮の上に自然に生成されたツリーハウスが無限に広がるサバイバル難易度クラス居住可能の森。レベルマイナス607、泡。
様々な致死性を持っている泡が点在しているサバイバル難易度クラス2の巨大な迷路。レベルマイナス627、あなたの考えだけで。探索者ごとによって異常な縁起手が発生したり、人里離れた快適な空間にも変化するサバイバル難易度クラス未定の領域。レベルマイナス661、平行。うっすらとした霧と、シュラウド、と呼ばれるボイドと同じ成分を持ったインクで構成されたサバイバル難易度クラス未定の部屋。レベルマイナス703、保護具をどかせ。入ると電子機器がウイルスに感染し、放浪者にも未知の病原菌による感染を起こすサバイバル難易度クラス未定の場所。レベルマイナス724、反射の悪夢。壁は鏡で覆われており、壁抜けバグをした場合、常に同じ場所にスポーンするサバイバル難易度クラス5の迷宮。レベルマイナス725、慢心に関する難しいルールはありますか？成果、外見、知恵、変更といった虚栄心の属性を表した4つの部屋からなるサバイバル難易度クラス変数の A。レベルマイナス777、ネイティブ。原住民が住み、小川、湖、アーモンドウォーターの池などがあるサバイバル難易度クラス変数の北方林。レベルマイナス797、反射病院。すべてのドアがどこかのレベルにつながっているサバイバル難易度クラス3の病院。レベルマイナス808、雪の上、私のゲーム。木々に近づくと、助けと慈悲を求める溺れた声が聞こえ、正気を失う雪に覆われたサバイバル難易度クラス変数の森。レベルマイナス842、エレベータープラスミラー。一度入ると無制限に上がり続けるサバイバル難易度クラス未定のガラス製のエレベーター。レベルマイナス876、庭の部屋がある。完全に正方形の部屋構造で、床の大部分は草で覆われており、ほとんどが背の高いエレガントで手入れの行き届いた植物で覆われているサバイバル難易度クラス1の部屋。レベルマイナス892、偽りの地獄。空気は非常に熱く、硫黄の匂いが充満し、被害妄想と孤独感を生み出す、サバイバル難易度クラス5の地獄。レベルマイナス899、座礁。砂とギザギザの黒炭の岩で構成されており、白い光を発する黒い色の星が見えるサバイバル難易度クラス未定の海岸線。レベルマイナス911、嘘と欺き。3、日以上滞在する、修道場を怒らせる、懺悔室を使わないこと守れば安全なサバイバル難易度クラス2の境界。レベルマイナス933、青色の困難。ここには何もなく、物理的な場所、温度、天気、季節、縁起でさえないというサバイバル難易度クラス未定の部屋。レベルマイナス990、プリズンエスケープ。動き回る余地がほとんどない閉鎖された狭い空間と独房があるというサバイバル難易度クラス未定の廊下。レベルマイナス991、未知の実験シリーズ。ブラックホールの特異点や時空を歪める静電気を生み出す実験を行うサバイバル難易度クラス未定の研究所。レベルマイナス1000、フロンティアゲートウェイ。フロントルームや約束の地などの楽園につながると噂されているが、実際にはボイドにつながる門があるサバイバル難易度クラス未定の城の廊下。